平野紫耀18歳での出産と極貧生活を克服した感動的な成功物語。家族の愛と絆が夢を実現させました。皆さん、こんにちは。今回は、キンプリのメンバーとして活躍し、その魅力で多くの人々を魅了している平野紫耀さんについて、特別な物語をお伝えします。 彼の成功に至るまでの道のりには、知られざる極貧時代が存在しました。そして、それは彼の最愛の母親と共に乗り越えた壮絶な生活の物語です。1997年、愛知県名古屋市に生まれた平野志耀さん。彼が世界的に有名なアイドルとして輝いている今とは異なり、彼の人生は困難なスタートから始まりました。なぜなら、 彼の母親は当時まだ18歳だったのです。母子家庭での生活は経済的には非常に苦しいものでした。幼い頃、平野さんの周りには豪華な生活や贅沢なものは一切ありませんでした。母親は家計を支えるために毎晩遅くまで働き詰めで、彼女の顔には疲労の色が滲んでいました。 それでも、彼女は愛情と犠牲を惜しまず、平野さんに幸せな未来を築くために日夜努力し続けました。2018年5月、平野紫陽さんはジャニーズ事務所からデビューのチャンスをつかみました。それは、彼の夢を追求するための一大チャンスであり、彼の才能を開花させるきっかけでした。 しかし、その約半年後に放送されたテレビ番組、ライドオンタイムでは、彼は驚くべきことを語りました。基本頑張っているのは親のためなんですよ、と。この言葉には、彼の母親への感謝と絆が込められています。平野さんは自分の成功を母親に捧げ、彼女のために努力し続けることを誓ったのです。彼の成功は、母親との深い絆と、 極貧時代を共に乗り越えた経験に支えられています。結論として、平野志洋さんの素晴らしい成功は、彼と彼の母親の不屈の精神と絆によって支えられています。彼の人生は苦しい状況に立ち向かい、家族との愛を大切にし、夢を追求する力強いメッセージを私たちに送っています。 平野紫洋さんのストーリーは、若い世代に希望と勇気を与え、母親への感謝を忘れず、夢を追い続ける重要性を教えてくれます。彼の成功は、彼の母親との深い愛と絆から生まれた奇跡の物語であり、その光輝きは未来への道しるべとなることでしょう。最後に、皆さんにこの物語から学ぶべき重要な教訓があります。 家族の愛と支えは、どんな困難な状況でも乗り越える力を与えてくれます。平野志洋さんと彼の母親のように、夢に向かって前進し、愛を大切にしましょう。この感動的な物語を共有し、平野志洋さんの素晴らしい成功を賞賛しましょう。 彼は若者たちに夢を追求し、家族を大切にする重要性を教える素晴らしいロールモデルです。ありがとう、平野潮さん。そして彼の母親、あなたたちの物語は私たちに力を与えてくれます。わっ